ギベオンは日本の競争馬。主な勝ち倉は2021年の金車地賞、2018年の中日新聞杯。馬名の由来はギベオン隕石による。2017年12月17日、阪神競馬場での2歳新馬戦でデビューし、一着。3歳、初戦、2018年2月のフリージア賞も差し切って、勝利し、2連勝とする。 重賞初出走の毎日杯で、ブラストワンピースの2着、続く NHK マイルカップでも K.I. ノーテックの2着、秋初戦のセントライト記念は13着と崩れ、重賞勝利に手が届かず。12月の中日新聞杯では、直線抜け出したところで一度は、湘南ッハーにかわされるも差し返し、花差しにけて1着。重賞初勝利を飾った。 4歳となった2019年は5走して、未勝利。翌2020年も5走したが、4つのレースで2桁弱順を記録するなど、約2年にわたって、勝利から遠ざかった。2021年、6歳となって、初戦の白フジュステークスを5着とした後、3月の金シャチ賞に駒を進める。十頭立て、単勝十七点三倍の最低人気で、迎えたレースでは、 初騎乗の西村厚也がスタートから逃げの手を打ち、最後の直線で外側から迫ってきた前年の貧馬三冠馬、デアリングタクトを首差しりぞけて中日新聞杯以来の二度目の重賞勝利を大金星と形容される勝利で飾った。安状の西村は30回目の重賞騎乗での初の JRA 重賞勝利となった。その後はマイラーズカップ7着、 安田記念では9着に終わった。以下の内容は、ヤビスサーチ及び netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。